マンチェスターシティさん、プレミア開幕戦から疑惑の判定。マンシティ VS チェルシー、コバチッチの疑惑のハンド判定が話題に、なお主審の判断はノーハンド。プレミアリーグは公式 X でノーハンドの理由を次のように説明した。77分 VAR はコバチッチのハンドによるペナルティの可能性をチェックした。彼はボールが至近距離から飛んできたと判断し、審判のペナルティなしの判定を確認した。本当にこの説明って何の意味があんの？マンチェスターシティの選手は至近距離ならハンドにならないから気をつけてね。意味不明すぎて草、だったらペナルティエリア出てあげ放題やん。これどう見ても自然な手の位置じゃないし。今年のマンチェスターシティには気をつけて、聞いたことないルールでノーハンドになっちゃうよ。ちなみに主審はおなじみアンソニー・テイラー。テイラーシティとかいうか筋合い。テイラーちょっとバカシティよりの判定とちゃいます？うちらとしてはいいんだけど、あまり寄りすぎると面白くないからちゃんと公平にジャッジしてくれ。アンソニー・テイラーがいない世界戦ってどれだけ心安らかなんだろうか。審判を味方につけたシティは誰にも止められない。アンソニー・テイラーの弟です。この度は兄が迷惑をかけ、本当に申し訳ありませんでした。至近距離から飛んできたのでノーハンドです。